皆さんこんにちは、こっチャンネルです。いつもの公園にやってきました。お散歩スタートです。コタロンはここの公園が大好きで、お散歩が始まるとだいたい最初の20分ぐらいはこの公園に居座ります。同じ場所の去年の画像なんですけど、去年の方がたくさん咲いていました。散歩はだいたい小太郎は40分ぐらいかけて歩きます。小太郎と小梅と別々にお散歩行くので、だいたい1時間ぐらいかけてお散歩に行きます。最初の頃は一緒に2匹行ったりもしたんですけど、やっぱり歩幅が違うので、あっち行ったりこっち行ったりしてしまってなかなか難しいので、1匹ずつにしました。
後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。